昔の恋、いつかどこかで結ばれるって言葉とあの夢。いけないの、私も入れてっていう、ああそうかそう、何回かねおいでとかってや
かはゆこちゃんが口見れとか、うん、ご飯食べようみんなでとかっていうのを言ってくれて、うん、ありがとうございますみたいな感じでいける自分からなんか何言ってるのとかっていうのがいけないでもゆこちゃんは常にセンターにいたからそんなことないよどんな時でもいや本当に、ね、周りに人がいたじゃんゆこちゃんの周りに必ず誰かみんないたみんないたからそう自分っていう感じがしてスタメンってもうこれから頑張るぞあそこに入れるようにっていうのがねあったよちびっ子仲間の中でもリタリタ何人かいたんだよね、うん、た慣れてるのもあるじゃないその私ずっと出てたからさ、うん、なんかもうそういうことだよねきっとねその初めてで、うん、ドキドキしてるっていうのもあるしプラスあテレビで見てたそうそう子たちだみたいなのもあるからそうっていうねそうねだから本当私今回っていうか何年か前ぐらいからもし宇奈田が歌い手さんとジョイントやりたいってなったら誰とやりたいって言われて私はもう市川由紀乃ちゃんとやりたいって言ってたの多分いいステージができるんじゃないかと思うんですよねであ、わかりましたつってで、考えておきますって言われてそう、で今回実現したからあ、本当に実現したんだ今回は、まあね、デビューはマリちゃんの方が早いけどなんかこう、ちっちゃい頃から知ってるし年齢もこう、私の方が2歳上だしでもやっぱりデビューは市川由紀乃さんの方がご先輩だしってなるとなんかこうなんていうんだろうバランスがすごくこういい感じというかでもデビュー当時一緒にやったりしてたから、うん、なんかその幼なじみ感もあるしそれがすごくこういい感じにやれたらいいなっていうか思ってあのありがとうございますだからこそなんかこう絶対お揃いの衣装着たいと思って、うん、ちょっといやあれ可愛いよね可愛いゲネプロの時にゆこちゃんにアクセサリーとかどうするのってその時聞いてみようかなと思ったらもうこれっていうあーみたいなでも飾りも武器もそう全部が一緒そう全部ねすごい全部自分のプロデュースなんかツイン感がしたのすっごい楽しみ私お客様も絶対喜んでくれると思う、うん、ね、うん、だってお互いにさ一人じゃできないことをやれたりできたりしてるから歌もそうだし、うん、だからね